今回の文章はすべて詳細欄に記載しております。EU でライトニングケーブルを使うのをやめるように法律を作ってもどうとでも言える。多様性と利便性、どちらが優先順位が高いのか？などは時と場合によります。また、この二つの概念は異なる概念なので、比較することは好ましくありません。そして、この内容は一方的な独断と偏見となります。なぜなら自由な選択ができる場面においては、ユーザーが自由に選択すれば良いだけであり、別の権力が自由な選択に圧力をかける行為は多様性を損ねる行為となり得るからです。歴史の解説をします。2012年に Apple が iPhone 用のライトニングケーブルを実装しました。これはケーブルの向きを気にすることなく充電できる画期的な方式であり、また、耐久性も大幅に向上しました。この利便性に多数が惚れ込んだ結果、ライトニングケーブルの利便性を継承した USB Type-C が派生し、USB Type-C 規格が少しずつ電子機器に浸透した結果、USB Type-C がデファクトスタンダード括弧事実上の共通規格になりました。次にライトニングケーブルがなぜ、USB Type-C にデファクトスタンダード競争で競り負けたのかというと、自社開発したライトニングケーブルを使う場合におけるライセンス料を徴収するビジネスモデルを採用していたので、他のメーカーにしてみれば、販売コストが上がるだけのライトニングケーブルを採用しなかったのが主な理由です。歴史にもしもはありませんが、USB Type-C が競合になりうる懸念が発生しそうな段階で、ライセンス料を徴収するビジネスモデルをやめていれば、ライトニングケーブルが世界のデファクトスタンダードになっていたかもしれません。2020年現在、iPhone のシェア率は 27% 程度あり、iPhone ユーザーは、非接触充電は考えないものとするとライトニング端子と USB Type-C の端子、最低でも2つ持たなければなりません。もしも iPhone ケーブル端子を USB Type-C に共用できれば、iPhone ユーザーは持っている家電を最適化さえできれば、USB Type-C 端子、1本持つだけで全ての家電を充電することが可能となります。これは社会に対する環境コストを2020年でおよそ 27% 改善することにつながりますし、充電ケーブルの合理化により、ライトニングケーブルの生産分、社会はスリム化できます。しかし、それは Apple のライトニングケーブルを販売することで発生するライセンス料のビジネスを強制的に手放させることになります。Apple の言い分は、USB Type-C 端子以外の規格を排除するような法律は社会から多様性を奪う決断であり、消費者の自由な選択や可能性を阻害しているので、到底是認できない。要約すると Apple の利益から考えれば、ライトニングケーブルの利権を一方的に失うことは是認できません。世界にもしは存在しませんが、もしも EU が、これから先、スマートフォンの充電端子はライトニングケーブルしか使ってはならないとなった場合、Apple はどのような声明を発表するのか考察します。ちなみにこれは 100% 独断と偏見です。EU は非常に勇気ある決断をしてくれた。これは EU が先進的で最も IT を理解し、世界や環境に対して、どのようなやり方が最も効果的か？を非常によく理解している。EU のスマートフォン、すべてがライトニングケーブルになれば、社会はたった一本のケーブルを持つだけで良くなり、環境に与える影響は最小化され、より安価で、合理的な環境を EU の人々に与えることになるであろう。我が Apple はこの声明を強く賛同し、企業としてあらゆる助力を惜しまないことを約束する。となるだろうと予測します。一部の人族からすればこのような表現は手前味噌甚だしいのですが、熱狂的なファンや一部の人族、いわゆる環境活動家は賛同すると思われますし、多数、もしくは一部の人族は信じたい情報しか信じないのでプロパガンダとして分断を作れますし効果的です。Apple が広めたスマートフォンと呼ばれる機器は、多数の人族の利便性を大幅に向上させました。また、それに付随して、大小様々な SNS サービスが生まれたことで、既存の大手メディアを介さなくても、一部の人々が世界に対して影響力を与えられるような仕組みが生まれました。これは Apple が作り出したイノベーションの力であり、多数はそのイノベーションの恩恵を大きく享受しております。また、Apple と Android が存在することで、圧倒的独占商売をさせないような力が働きます。結果、多数の人族は選択できる環境を手に入れられるので、Apple が嫌なら Android に移行すればよいだけで、スマートフォンの利便性はなくなりません。このように、多数の人族にとってなくてはならないスマートフォンの仕組みが Apple が存在するおかげで、Android の独占にならないことは、Android が一方的に自分都合でレギュレーションを変更したり、Apple の Apple Store における、アプリケーション開発メーカーがお布施するテラ線を低く抑えることに寄与します。企業や国家が何かを独占していない、という状態は、一部、もしくは多数の人族に選択の機会を与えますし、相互不信から、お互いが牽制し合うので無理を通しにくくする自浄作用が働きます。言い方を変えれば Apple 信者と Android ユーザーの間での分断を発生したり、機能が似た分、比較対象になりやすく宗教対立が起こります。しかし仮に、EU 国内において、iPhone の充電端子に USB Type-C を使うことを強要されたとしても、Apple という企業の経営が傾くわけではないと予測できますし、むしろ一部、もしくは多数の iPhone ユーザーの利便性が向上します。このように、スマートフォンという市場から俯瞰する場合は、分断とは、一部、もしくは多数の利便性を向上させる、ポジティブな要素になり得ます。